じゃあ、3連戦を振り返る、また今日時間が来ました。まあ今日は看板屋神社をお休みということで一人でお伝えしますが、いつもこう名前の間違いだとかそういうのを修正してもらってた相方がいないもんですから、間違えたらごめんなさい、許してください。よろしくお願いします。それではセリーグから、いきたいと思います。はい、こうなりましたね。中日が2勝1敗、ね、勝ち越しです。阪神2勝1分け0敗と、まあ巨人は勝てなかったということですね。で広島、2勝0敗ということで、まずは中日ヤクルトから、中日、小笠原、涌井、柳という、まあ、そうそうたるメンバーが投げてきますが、ヤクルトは、石川、小澤、高橋奎二、まあ投手戦になったんだよね。小笠原6回3分の2を5安打2失点で、石川5回を無失点ということで、こう石川の時にはちょっと点取ってあげたいなっていうふうに思うんだけど、200勝もかかってるしね、なんとか頑張れんもんかなっていうふうに思うんだけども、まあ、石川が降りた後7回、サンタナ塩見が連続ヒットで、まあ、長岡が送り、セカンド今日スタメンのこの日スタメンの北村が初球のカーブをまあなんか狙い撃ったような感じがしたね。小笠原がまあ立ち上がりから変化球が多くてですね、まあその変化球を待ってたようなまあ見事なそのレフト前にタイムリーをまあ打つんだけども、なおも1・3塁になってワンアウト1・3塁、中村が初球をセーフティースクイズで2点を取るという、まあ、強い時のなんかこうヤクルトのこう攻撃の流れというかな、まあ、そういうものがなんかこう感じ取れたなっていうふうに、まあ、感じた、まあ、しかし8回裏中日は先頭バッターピッチャーのところに代打大島、これ2000本安打打ってるバッターがさ代打にいるっていうのはすごく心強いし、まあ、昨年までなかったことだよねこれはね。で大島がツーベースヒット、ワンアウト後田中がタイムリーというね、ショートゴロの間に、まあ、サードに進み、センター前に、田中が、タイムリーヒットでランナー一塁で、続く上林が、ライト線へ二塁打ね、ワンアウト二三塁を作りバッター中田、もうこれはもう1点取ってなおも押せ押せ、あこれは同点になるなっていうふうには、まあ、最低でも同点になるなというふうに思ったんだけども、その中田はファーストファールフライ、ツーアウト、バッター細川、わあこれはやっぱプレッシャーかかるなと思ってたら、細川の時にヤクルトがまさかのワイルドピッチで同点になる、でランナーツーアウトランナーサードから細川がセンター前にタイムリーをして逆転というね。で細川を見てるといつもいつもブリ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 振ってたんだけど、まあ、ツーストライク後にノーステップで打つようになったりとか、いろいろもうこう工夫をしてきてるんだよね。で特にこういう勝ち越しの場面っていうのはすごく軽打に行ったしミートに行ったというところが非常に細川が成長したなというね、まあそんな感じがしましたよ。この日村上はこの日も2番に入るんだけども、まあ、4三振とちょっと元気がなかったんだよね。まあ逆転負けは食らうわ、2番に入った村上が4三振ということで、まあちょっと中継ぎ陣がこうやっぱ持たなくなってるかな、ヤクルトの方は。はい、で2試合目、涌井と小澤の投手戦、涌井5回5安打無失点、小澤6回5安打2失点ということで、まあ中日はね、前日の試合で周平が、怪我をした足で、その途中からカリスタ行ったんだけど、この日はカリスタが先発出場ねをしてるという。で 0-0 で迎えた6回裏、まあ、中田がフォアボール、細川が偏直のツーベースヒット、続くカリステ、まあ、高橋周平の代わりに入った6番カリステが決勝タイムリーレフト前に、で完封勝ちと、この試合で12試合連続2失点以下、
10年以来の球団記録ということでね、正最速の10勝を挙げたという。でこの日投げた涌井、勝ち投手にはなれなかったんだけども、防御率が規定投球回数にいって 0.00、まあ、非常に安定しているというね。それとまあやっぱこう中日の今の強さって、まあ投手力もそうなんだけども、やっぱその一つの回につながりを持てるというかね、まあそういう攻撃ができるという、まあそういう強さがあるなというね、感じがするし、まあ中田がフォアボールを取る、細川がツーベースを打つ、続くカリステ、やっぱ試合に出たかったんだと思うよ、レフト前にタイムリーというね、まあ見事に畳みかけるような攻撃で、まあ2点を取って、まあ完封で勝ったというね。まあ、あの投手陣も良ければ、やっぱこう打線のつながりもだんだん良くなってきたなというね、まあそんな感じがしました。でこの試合、まあヤクルトの中継ぎ陣がこうちょっと不安なためにね、小沢をちょっと引っ張るんだけども、これはねやっぱ分かるような気がする。や先発ピッチャーが長い回、少しでも多くの回を投げてほしいなっていうのはやっぱどうしても監督だと思うし、私はピッチャーの監督だと余計に思うと思うんだよね。で小沢も非常に調子が良かったんだけども、あの回はボールが浮き出したよね。だからもうそろそろ危ないかなっていうようなところで打たれて変えたという。まあやっぱチームの状態が悪いとやっぱこう変え時とかやっぱ勘が鈍るというかね、まあそんな感じがしましたよ。でこの試合からまた4番に、村上に戻すというね、作業をしたけども、まあ、完封負けではね、点を取らないことにはどうやったって勝てないということで、3試合目、この試合はね、ヤクルトが15安打、中でもオスナが4安打6打点、2ホームラン、そのうち1本は満塁ホームランということで、もう大活躍で、先発の柳、まあ悪すぎました。3回3分の2、97球、9安打、6失点。際どいところもあったんだけど、審判との相性がすごく悪かったような、まあ、そんな感じがするんだよね。で、とってもいいなっていうのがことごとくボールになり、ボールになるとちょっと甘くなるという。それと、まあ、ヤクルトの方は初回、ポンポンとツーアウトを取られ、3番オスナー。やっぱオスナーと柳の相性って抜群にオスナーがいいんだよね。それがレフト前で、続く村上が、先制ツーランという、これはやっぱこう久しぶりになんか素直に打ったというか、レフト方向に打ったんだけど、まあ左バッターでレフトに流してホームランを打てるっていうのは村上ぐらいじゃないかなって、ね、ボールも飛ばなくなってるし、でだけど本当になんかこう素直に打ち返したというね、まあ先制ツーラン、それで終わるかなと思ったら、そっからオスナ、あ、サンタナ、青木、中村の3連打で、もう1点追加というね。だから、まあ、優勝した時のヤクルトのその打線が戻ってきてきつつあるのかなっていうような、そんな感じがする点の取り方だったよね。で2回にはオスナがまたホームランという。で11点の中で9回、まあ、2点差に追い上げてたんだけども、中日が、9回にオスナの満塁ホームランが出て勝負が決まったというね、そういう試合でした。しかし、中日の方、まあ、今年からやっぱり少し全然変わってきたなと思うのは、3回裏の攻撃で、まあ、柳にまだ早いし、まあ、中継ぎももう登板方来てるし、変えられない。で柳を生かしたら野手顔負けのツーベースヒットで、三好が必死に進塁打を打つ、その時4点差だったんだけど、必死に進塁打を打つで、続く田中、2番の田中、ワンアウトサードで内野手が全部下がってたんだよね。それを見て初球の変化球をセカンドに打ちに行くという、これで1点取るんだよね。だからね、こういう積み重ねっていうのすごく大きくて、やっぱ取れる時には絶対取っとくということ、これはすごく大事だなと思ったの。あ、こういう点の取り方もできるようになったかと思って。で昨年までだったら、ね、ただ振り回して、1点を取るどころか0点に終わるという、
まあケースもあったと思うんだけども、だけど今年の中日はやっぱり違うなと思って、でこれで2アウトになったね、ツーアウトなしからカリステヒット、中田ヒット、これ連打が生まれて細川が粘ってフォアボールを取る、ツーアウト満塁にするんだよね。そしたら上林が2点タイムリーを打って1点差に迫るんだよ。だからこういう攻撃があるから、今年の中日はやっぱこう強いし諦めてないし、でセカンドランナー中田もう必死の形相でセカンドから帰ってくるというね、やっぱこう中田もなんかこうチームの強さに触発されて、なんかこう生き生きしてるようなそんな感じがしました。だからまあ今年の中日はやっぱ全然違うということと、やっぱつながりが打線の中にも出てきたなっていう、まあ、印象が強く残った、負けたけどそういう試合だったね。でヤクルトの方はなんかこれからなんかちょっとずつ来るぞっていうような、まあ、そんな感じがするような試合だった。はい、いい試合でした。で、続いては阪神巨人ね、ここはジャイアンツが勝てなかったね、連勝できたんだけど甲子園で、勝てなかったというね。で阪神は村上、伊藤将司、西勇輝で、巨人の方は山崎より赤星、菅野というね、そういう登板です。で1試合目、村上7回106球5安打 10三振、まあ結構三振も取れるようになってきたよね。それで1失点という。で山崎は7回101球5安打1失点と、まあ共に好投なんだよね。で昨年から村上に対して、まあ、ジャイアンツっていうのはヒットをなかなか打ってない、打ってるのはブリンソンともういないとファームにいる秋広だけなんだよね。でこの日3回に先頭の岸田が二塁だ、ね、ワンアウトサードからピッチャーの山崎より、ね、センター前へタイムリーヒット、もうノーステップでね、やっぱあの子はバッティングいいな、タイムリーヒットという、やっと村上から点を挙げるというね、しかし7回先頭ノイジーがヒット、すぐ代走上田、まあキャッチャーの坂本が送り、木浪のピッチャーゴロで飛び出した、これはね代走出して飛び出したっていうのはこれはまあいかんのだけども、まあランダムプレーをかいくぐってセーフになるんだよね。で2、3塁になる。でこの動画は別動画でやってるので、ちょっとそちらをご覧ください。で2、3塁から代打糸井、ね、ライトへ、痛烈なライナーを打ったんだけどポジショニングよく、キャッチされる、だけど浅いフライだったけども外野手の体勢が悪かったために上田が突っ込んでくるという。で上田がね、これフォア座チームだなと思うのはヘッドスライディングって両手で行くんだけど左手を隠して右手だけで行くんだよね、キャッチャーの遠い方の手だけで。だからこれは素晴らしい走塁だなと思って感心したんだけども、まあこれで同点というね。ただ巨人の方もあの糸原の打球って俺宇宙から抜けたと思ったんだけどさ、やっぱ今年のジャイアンツっていうのはポジショニングっていうかそういうことも非常に研究していて、あのヒットだと思うところに野手がいたりとかもするね。だからまあこれはまあ犠牲フライで同点になったんだけども、まあ後のピンチを未然に防いだというね、試合でした。で結局1対1のコーコールド、あもう土砂降り、になり、なんか地域によってはなんかすごい雹も降ったりとかして、なんか車がへこむほどのなんか雹が降ったらしいから、まあね、怪我なされた方がいらっしゃるかも分かりませんけども、あのやっぱり雷とかもなって、まあ、大変な終わり方をしたという試合でした。はい、2試合目ね、この日は、まあ、皆さんももうご存知のように85年、ね、4月17日、バックスクリーン3連発の日、阪神はこの日は3回に3本のヒットを集めて3番森下の2点タイムリーで勝つという、ね、3を結局ずっと並べてみたけども、ね、3アンダーを集め、ね、3番森下が、しかしこの3本だけなんだよね、この試合。
まあ、それで勝っちゃうというところが、まあ、阪神らしいっちゃ阪神らしいんだけど、この森下が打った打球をセンターに入った佐々木が、まあ、足が滑ったのか目測を少し誤ったから足を滑らしたのか、まあ、どちらかは分からないけども足が滑ってなく目測を誤らなかったら取れてたかも分からない、これはまあ分からないけども、ちょっともったいなかったなというような、まあそんな感じがするんだよね。で巨人は2回丸の三塁打のノーアウト三塁でバッター岸田ノーアウトサード、サードで内野は後ろに守ってんだよね。三振しなければゴロを転がしていけば1点を確実に取れるというそういうシーンだった、シーンだったんだけど、まあ、三振という、これは三振するなっていうのも難しいけども、もっとなんとかならなかったのかなっていうね、当てさえすればっていうふうに考えるとなんとかなったんじゃないかなっていう、返さなきゃいけないとか、ね、打たなきゃいけないんじゃなくて、状況を見たらもうすごく気持ちは楽だったと思うんだけども、まあそこら辺若いから状況が見えてなかったのかなっていうような気もするしね。でまあこの回は岸田三振、吉川と赤星が、まあ、セカンドゴロで、で吉川の時はワンアウトを取ったために、前進してくるんだよね、だから、まあ、前進でセカンドゴロ、中野のナイスプレー、ナイスバックホームがあって丸を刺すんだけども、この回結局点にならなかったと、まあ、ノーアウトランナーサードが点にならんかという、まあ、打順にも恵まれてなかったんだけどもね、点にならずという、まあね、4回にもチャンスがある、ノーアウト満塁、ね、8番吉川、これはねエラーもありながらのノーアウト満塁を作ったんだよね。で8番吉川一塁ゴロ、ファーストゴロ、ね、いい当たりだったんだけど大山に後押されてバックホームという、続く赤星三振、萩尾が一塁ゴロと、なかなかやっぱ点にならない、ノーアウト満塁ってスクイズがやりにくいんだよね、バックホームがフォースプレーだから。だからそういったことも考えるとやっぱサインは出しにくかっただろうなっていうふうには思うけど、まあやっぱりこうそういうノーアウトランナーサードとかノーアウト満塁とかやっぱその先頭バッターがすごく大事だということで、まあ、岸田が三振、吉川がファーストゴロということで、まあ、赤星も三振、萩尾が一塁ゴロということで、まあ、点にならないというね、これも打線の巡りっていうのもあるけども、まあ、ちょっともう少し2回だな、やっぱ丸の三塁打ノーアウトサードの時にやっぱ点にしとかなきゃいけないなっていうような感じがした。まあ、それと今年のジャイアンツの目標っていうのは阿部監督が言ってるように得点圏の打席が一番大切なんだと、ボールを引きつけて反対方向を意識してくれというようなことをこうキャンプの時、オープン戦の時はずっとやってきて、それがある程度成功してたんだよね。でシーズンに入るとじゃあどうかというと、まあ、吉川がいきなりファーストゴロ引っ張ったりとかじゃなくて、やっぱりこう反対方向に気持ちが合ってくれるともうちょっとなんとかなったんじゃないかなっていうような、まあ気がします。その後は伊藤が立ち直り、6回102球6安打無失点というね、まあ前半捉えられるチャンスはいっぱいあったんだけども、まあものに、ね、できなかったというね2試合目でした。ただこの試合で2試合目赤星が、5回3安打2失点だけども非常に成長してるね、このピッチャーは。あのシュートも良ければコントロールもいい、球も速くなってる、まあ、これからなんかこう安定的な力をどん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 発揮してきてくれるかなっていうような、そんな期待感があるな。はい。で3試合目、この試合は阪神が勝つというね、延長で、2対1ね、2回に、ジャイアンツが先制する、小林がタイムリーという、まあ、小林はやっぱキャッチャーリード面も頑張るけども、まあ、今年はバッターとしても非常に頑張るなと思ってね。で先制した。で
阪神3回裏、これはね西とやっぱ菅野が投げてて非常に見応えがあったっていうのは、まあ大山がランナー1、2塁ね、初回にも得点圏に大山を置いての打席もあったんだけど、ランナー1、2塁2度目の得点圏、もうねお互いが力み上げてんだよね。やっぱ菅野は相手の4番ね、大山の中ではやっぱこうかつてのエースというか今でもエース級だけども、あのエースと4番という戦いがあって、お互いが力み倒してて、甘いボールもう菅野なんかもう力んじゃって甘いボール2球続けてまっすぐど真ん中投げてんだけどもさ、だけどその大山がそれ以上に力んで続けてファールするんだよね。で最後にはあのスライダーで三振にするなるんだけども、まあ非常になんかこう今日の得点が入らない2対1という試合の象徴してたようなまあシーンなんだよね。で8回裏、まあ1点を追う、阪神代打前川がヒットで代走すぐ上田で続く近本に1点差負け、まあ、8回裏だからどうするかなと思ったら、これセーフティーバントもしくはバントもしくは、エンドランみたいなことは考えて、最初どうするんだろうっていうふうに思ったらやっぱ強行なんだよね。で近本の打ち方を見るとノーアウトランナー一塁だと近本の技術だったら引っ張ってくるはずなんだよ。だけど初球から外の変化球2球続けてレフトの方向にファール打ってんだよね。あ、これは何だろうと思って、1、2塁間なんか頭に絶対ないし、相手の配球を考えると引っ張れるようなボールは来ないっていう居直り、それと代走上田ということで外中心になるっていうことを非常にインプットしたバッティングをしてるんだよね。で2エンド2からエンドランをかける、外のまっすぐレフト前ヒットノーアウト1、2塁になる。あ、さすがだなと思ってね。やっぱ近本ってまあ本で理想は引っ張って、1、3塁を作りたいんだけども、やっぱ自分がアウトになることによって1点が遠くなるっていうことを近本はやっぱりよく考えてたよね、まあ、それでレフト前ヒットノーアウト1、2塁、まあここは送るだろうと中野ね。この日中野は菅野から非常に合ってたんだよね。まあだけどバントだけど菅野のフィールディングも素晴らしかった。まあホースプレーということでね、サードに思い切って投げたんだけども、まあドストライクのもうビッタシアウトですよ。で、ワンアウト1、2塁、まあ、しかし森下次の菅野の初球のスライダーこれをレフト前に持っていくというね、まあ、タイムリーヒットはやっぱ森下頼りになるなと思って、で、まあ、同点ということだったんだけども、まあ、菅野も7回で変わるかなっていうふうに思ったんだけどね、まあ、だけど、まあ、1対0で球数もそんなにいってね、まあ、行きたかったんだろうね。おそらく阿部監督の中では8回にしてだって9回大勢で逃げ切れるっていうふうに、まあバルドナードもいたからこの3人で逃げ切れるっていう計算は立ってたと思うんだけども、やっぱこう菅野が志願したかな、まあもったいないかったかなっていうような、まあ、感じもするけども、そういうこう行きたいという意欲はね、そいじゃいけないと思うし、まあしょうがない、まあ同点でねマウンドを降りていったわけだけども、で、でここで、菅野から、まあ、タイムリーが出た後に菅野から、西舘に帰る大山のところでね。で大山がライトフライ、佐藤がフォアボール、ノイジーがファーストファールフライで、チェンジになる。まあ、西舘もやっぱ初の甲子園ということで、まあ、全然やっぱこう東京ドームとやる阪神戦とは全然違った雰囲気の中で、少しボールは荒れてたけどもやっぱ投げっぷりがいいね、あの子はね。だからまあしっかり抑えてくれたというところだよね。で10回裏、
中野が大勢からヒット、ね、森下にどうするかなってここも思ったけども、まあ試合後のだコメントで岡田監督は森下はバントできんからなってもう打たすしかないやろとか言ってたけど、まあその通りだよね。でもなんとかするね、あの子は。でセンター前に持っていき、それもボテボテだったから一塁ランナーの中野が、サードまで走ってノーアウト一三塁で森下が盗塁したところで大山を申告敬遠、ね、ノーアウト満塁、ね、大勢どうなるか。続く佐藤、まあここは大勢も力を入れてきたけども158ぐらいまで出たのかな。でもまあ最後佐藤が打った球が155キロ、ライト前にねサヨナラタイムリーを打つというね、大勢はワンアウトも取れずというね、ちょっと流れが悪かったかなというよりもやっぱ中野がうまく打った、森下がうまく打たれてやっぱこう、まあ、動揺したかなっていうような感じがしたね。でこの試合阪神が今季初めての2桁安打10本を打ちましたね。おめでとうではないけども、まあまあやっとね少しずつ当たりが出てきたかなという。で巨人、5安打ということで、まあ阪神の半分しか打てなかったという、ちょっと打線が低迷かなという、まあその中でもやっぱちょっとこの阪神戦岡本が元気なかったなっていうようなね、まあそんな感じがしました。でピッチャーは西、8回95球4安打1失点、もう素晴らしい西に勝たせてやりたかった。で菅野7回3分の1112球6安打 1失点、決して調子は良くなかった。コースに来る球っていうのも少なく、要所要所では来たけどもやっぱり力むと真ん中真ん中に集まってきたけども、やっぱボールには力があった。だからそれはすごかったなっていう思ったけども、まあよく 1失点で収まったなというね、まあ、そんな感じがしましたよ。で、大山3度の得点圏でちょっと打てなかったんだけど、すごく感じたのはすごく強く振ろうとしてるんだよね。強く振るのと早く振るのでは違うと思うんだけど、強く振ろうとしたら力む、でもバット早く振ろうとしたら力まないと思うんだよ。もしこの動画を見てたら、その強く振ろうじゃなくて早く振ろうとしたら状態はちょっと変わってくるんじゃないかなっていうような気がする。だからもし動画を見てれば早く振る、強く振るんじゃなくて早く振るっていうことをちょっと心がけてほしいなっていうふうに、まあ、ちょっと思いました。はい、まあ余計なことかもわからないけどね、まあ参考にしてみてください。最後、広島対 DeNA、トコダ、アドゥア、 DeNA はジャクソン、浜口、1試合目15安打11点、ね、広島快勝。まあ打つべく人が打つべく人が、打ったら、まあ、こんな感じになると。秋山、菊池、田村が2安打、ね、坂倉ホームランを含む3安打、ね、トコダを援護すると。なんかやっと広島らしい動きのあるリズムも出てきたし、本当にこう打線がつながったなっていうようなね、まあそんな感じがしました。で DeNA は逆にリズムがめちゃくちゃ悪いという、このリズムの悪さは何かというと、まあ、ジャクソンがフォアボールで自滅というね、8失点先発投手が。で日曜日はエラーで負け、この日はフォアボールで負けるというね、だから本当に足並みが DeNA はなかなか揃ってこないなっていうね、まあそんな感じがする。一方やっぱその大量点の中でも床田はしっかり投げるし、足を絡めたり、もうなんかやっと広島の野球がここに来て出来が上がってきたのかなっていうような、まあそんな感じがします。ただ嬉しいニュースね、この日、筒香がDeNA に戻ってくるということが発表になりました。まあどういうふうな形で戻ってくるのかっていうふうに
思ってたら、まあ、このタイミングで戻ってきたし、もうあの横須賀の方では練習は始めて、まあ、バッティング練習だとかいろいろやってるということで、でなんか早い時期にファームのゲームもにも出て、調整を早めるということでね、まあ筒香が帰ってきたら少しはなんかこう雰囲気が変わってくれるといいなっていうふうにまあ思ってるんだけどもね、まあ今本当にあの流れが悪いなっていうような、まあそんな感じがしました。まあ11対2だからね。2試合目、この日は坂倉のタイムリー1本だけで5点を取る。どういうことだ、坂倉の1本のタイムリーだけで5点を取る、まあ、例えば満塁ホームランでも4点しか取れないのにどういうことだとねえ、まあいうことなんですが、3回は小園が押し出しフォアボールをあの浜口から取る、まあよく粘ってよく選球したなっていうふうに、まあ、思ったのと、で4回には浜口の2つのエラー、まあ、バント処理をもう誤るんだよね。ボール最初はボールが握れてないっていうことと、次はこう焦ってボールを弾いてしまうということだよね、でまあそういうエラーなどがあってワンアウト満塁ね、でバッター菊池で石上のところに飛ぶんだけども、これゲッツー崩れの間に、まあ、1点は与えてしまうという、まあルーキーだからしょうがないかと思うけども、なんかもう少し大胆に守備してほしかったなっていう、これ大事に止めに行ったんだよね。その分遅れてゲッツーが取れず1点を献上してしまうという、だから非常に松田は守りにくいしね、天然芝だし、で走路が前にある、入れ気がするかもわからない、で止めるのが必死で牧にトス、牧も必死で投げたんだけど、まあその間にまあ1点を失うというね、形になった。で問題はここから、で2アウトランナー1・3塁ね、何かし菊池が1塁ランナー、サードが矢野というランナー、これは何か仕掛けてくるかなっていうふうに思ってたら、案の定菊池がリレードスチールね、で投げたボールがちょっとフォークかなんかのショートバウンド、それを山本がうまく取ってセカンドに投げた間に菊池が挟まれたと、その間にサードランナーの矢野がホームを陥れたと、ね、なんか非常にかき回されてる感じがしたな、だからこう大事に行かない行ってしまったとか、もっと大胆に守備をしとけばよかったとか、なんか浜口にしたら、まあ押し出しのフォアボールは仕方ないにしても、2つのエラーは2つとも防げたなっていうような感じもするし、非常にもったいない、なんか焦ってんのかなっていうような感じもするし、なんかもったいなかったな。で5回には、まあ、昨日から当たりがね出てきてる、あの坂倉が2点タイムリーというね、このタイムリーだけで、あとは全部なんか差し上げたというような DeNA が、まあ、点になっちゃったよね。で DeNA は広島の8安打より多く13安打を打ちながら1点しか取れず、この1点は牧の今季1号63打席目に出たものね。えやっぱ牧もねずっとホームラン打てなかったんだね。で DeNA は4連敗と元気なくという、なんか広島は本当にこれから戦うきっかけを作ってくれたような、あの2連戦だったよね。だからまあ DeNA は、今日は試合が、まあ、なかったから良かったけども、ちょっと早いうちに立て直してほしいなっていうふうに思いますね。まあそういうセリーグでした。はい、続いてパリーグでね、上の2カードが2試合で、楽天とオリックスが、3試合ということで、まず日本ハム対福岡ソフトバンク1勝1分けね、
ソフトバンクはカード負け越したというね、まあ2試合だったからしょうがないかもわからないけども、日本ハムの方は山崎福也、福島ね、ソフトバンクは有原、大関ね、1試合目あ山崎が本拠地で初勝利ということ、まあ7回100球5安打1失点、まあ、有原7回88球4安打4失点、まあ、しかし自責は3ということでね、まあ、先制したのはソフトバンク、初回、今宮、柳田の連打で、まあ、近藤がタイムリーで先制という、まあ、こういう点の取り方を見てるとやっぱりソフトバンクの調子の良さが分かるなという、でも初回からなんか攻撃態勢に入れるというね、みんなの士気も高いなっていうような、そんな感じがするんだよね。まあしかし3回、デッドボールからチャンスをつかみ、スティーブンソンの当たりをセカンドがエラー、1、2塁から郡司が逆転のスリーランホームラン、初球のフォークだったかな、この日は一番サードスタメンで入ってんだよね郡司が。で初球のフォーク、有原が何の気なしに投げたと思うんだけど、フォークを逆転のスリーランというね、いうことなんだけども、なんかね有原見てると全然悪くないんだよね、ものすごくいいピッチングしてるのよ。ただこの前でもそう、松本剛にノーアウトランナーセカンドから右にポンとホームヒット打たれて、チャンスがピンチが広がって、そこからガタガタっと畳みかけられたんだよね。今回もそうだよね。この前も郡司に初球をライトオーバーに打たれて、そこからピンチを招いてんだよね。で、この日も郡司に初球の方向をホームランされてんだよね。だから、その反省があるんだったら、もう少し丁寧に初球は入るべきだったんじゃないかなっていうようなね。まあそんな感じがするけども、まあ打った郡司はやっぱ素晴らしいね。まあ初球のフォークだっただけにちょっと溜まってバーンとセンターの深い位置に入れたけども、エスコンの深い位置っていうのは結構飛ばないとね入らないから、まあよく入れたなと思って。そして、この日ちょっと感心したのは、追加点を取るケース、レイエスがフォアボール7回ね。レイエスがフォアボールで、ダイソー中島初球に盗塁ということで、でバッターボックスの水野がどうするかって言ったら、セカンドゴロを打って進塁打、ね、伏見が初球をタイムリーということで、非常に流れるように1点を取ったという、まあこの、まあ、軍事のホームランも喜んだかもわからないけども、この点の取り方を多分新庄監督が一番喜んだと思う。こういう野球をやっぱ新庄監督は目指しているというね、もう本当にすっきりするような点の取り方で、8回には4番マルティネスがタイムリーを打ち、まあタイムリー3塁だね、ソフトバンクは連勝が4で止まるという、まあ日本ハム戦ソフトバンクは鬼門になるかもわからないし、山崎福也が非常に苦手になってくる可能性があるなという、まあ、同じ投げ合いで山崎が2勝、有原が2敗ということで、ちょっと天敵になってくるかなというような感じがするよね。まあ、それと日本ハムのその攻撃の見事さ、こういうのも光ったゲームだったね。で2試合目、初回近藤栗原のタイムリーで先制、まあ、しかし2回裏大関から石井がツーランホームランで同点という。でこの試合はもう膠着状態がずっと続いて11回、ソフトバンクはワンアウト満塁から栗原のゲッツー崩れの間に1点。このゲッツー崩れ、打った瞬間にピンチ切り抜けたと思ったら、まあその前に押し出しが違うか、栗原のゲッツー崩れだな、の中で1点、ジャックルしてちょっと遅れたんだよね。その分セーブだった。だからこういうピンチの時にパカーンとできるようにやっぱこうなれるといいなっていうふうに思うよね。まあそんなに難しい打球でもなかったし、そこら辺はやっぱこうやってくれないとなというね。で続く中村、これがやっぱこうセンター前にヒットというタイムリーヒットで、まあ2点。
11回に2点か重いなと思ってて、で続く、まあ、チェンジになり、まあ、ソフトバンクのマウンドは、まあ、当然オスナね。でツーアウトをポンポンと取るんだよね。ああせっかくないい試合だったのになと思ったら、万波がライト前にヒット、ああまだまだ続くかと思って、でもマルティネス昨日三塁打打ってるよなってピーンとちょっとひらめいたんだよね。であの三塁打も素晴らしい当たりだったし、これひょっとしたらひょっとするかなっていうのは嘘じゃなくてそう思ったの。ただ初球のまっすぐを狙ってたね、見事に同点ホームラン、これ引き分けに持ち越すというね、大きなホームランなんだけども、やっぱこうマルティネスが当たってきたっていうのは非常に心強いし、それまでその非常に低打率、結果も出なくてチャンスにも打てずに、まあでも昨日三塁打、この日、同点ツーランという延長でね、だから非常に乗ってきそうな感じがするし、ソフトバンクはやっぱこう練習が止まって、なんて言うんだろう、ここでやっぱこう連敗してかえ、まあ引き分けだからまあいいけども、勝って終わりたかったよね。でオスナをここまで引っ張って出さなかったわけだから、だからちょっとオスナの状態が気になるね。今年あんまり良くないし、オスナ自身も言ってる、あんまり調子は良くないと、だけどこれ守護神がこういう状態だとモイネロを先発に回してるだけに代わりがなかなかいないよね。だから非常にこうこれから困るんじゃないかなっていうような、まあそんな感じがしました。で日本ハムの福島ね、まあ長身です、手足が長く顔は端正で、でねどういうピッチャーかというと、ボールのこう投げたこの角度がいいわ。だすごい角度を持ってるし、ボールにまた力がある。で方針もものすごいいい回転でいってる分だけ、多分ファールも取れると思うよこのピッチャーは。だから力感も感じたし、綺麗さも感じたし、非凡さも感じたという。だからまあ本当に今季初プロ入り初先発、初先発かなかもわからないけども、まあここら辺のちょっと細かい情報はちょっとわからないけども、だけど堂々たるピッチングを見せてくれたという意味では、日本ハムにとってはすごく引き分けだけど大きな収穫のあるこのソフトバンク戦だったね。はい。で続きましてロッテ対西武ね、2試合だと早いね。ロッテ唐川西野で、西武は平松本ね。まあ結果から言うと1試合目ロッテがサヨナラ勝ち、まあヒーローは岡大海、延長11回増田からレフト前レフト線に打って、サヨナラという。でツーアウト1、2塁からだったんだけども、岡がやっぱこういうところで仕事するなっていうのはコメントを聞いててもすごく冷静だったよ。で前のバッターがどういうフォアボールだったか、後ろのバッターが誰なのかと、冷静に、普通こういうところってかかっていくんだけどもさ、しっかりボールをボール2までしっかりこう見て、もう相手は開き直るしかないよね。でまっすぐを投げさせてまっすぐを打ったという。だからこれはやっぱ岡が自分で演じて作ったサヨナラヒットだなっていうふうにすごく感じたんだよね。だから岡のこういうところの勝負強さと冷静さっていうのは、まあ、素晴らしいものがあるなっていうふうに思うね。カウントを作れるバッターっていうのはすごく素敵だと思う。で西武はね、7回に21歳山村が、逆転1号スリーランを打ってて、一時期は西武がリードするんだよね。だからこの山村のホームランで勝ちにしなきゃいけないのにさ、その後その裏ポランコに同点ツーラン、ポランコが笑ってたね打った瞬間に、まあそのぐらい甘いボールだったのかもわからないけども、まあ同点ツーランという。まあカイノとアブレイユがね8回9回にいるだけに、
まあど、そこまでどうつなぐかだよね。やられるとしたらそこなんだよね。先発ピッチャーは非常にゲームを作る。で、8回9回はほとんど抑えてくれる。だから6回に降りると、5回で降りると6、7ってすごくちょっと空白の時があるというか、危ない場面があるというか、まあそういうことをすごく西武は感じる。投手がいいだけにね、先発ピッチャーがいいだけに、まあ7回まで投げて8回回の9回アブレイユって言ったらもう万全なのかもわからないけどもね、まあ打てないからね、まあピッチャーも神経使うし、力も使うだろうからね、その分、まあその分バテが早く来るかもわからないけども、まあこの日唐川が素晴らしかったね、完全やるんじゃないか、ノーヒットノーランやるんじゃないかと思われたぐらい良かった。6回1安打、7三振無失点というね、まあ久しぶりに唐川の先発って見たけども、なんかこう期待感があるね、これからもね。だからまあ素晴らしい投球をまあ見せてくれたなというね、そういう試合でした。まあこの日西武は2安打ね、じゃあなんで3点取ったんだって言ったら、フォアボール2つのランナーを山村が返しただけだと。まあ山村も魅力的だな、バッターとして。まあだけど2安打じゃやっぱ勝てないよ、だからもうちょっとやっぱ打たなきゃいけないし、まあなかなかね打つのっていうのは難しいけどもね。で2試合目は2対0ロッテということで、まあ2試合目はもう両投手が素晴らしかった。西野7回3の2、116球、5安打、無失点。まあ完封ペースだったけどもね。で、松本7回3分の1、104球、2失点。ね、8回、まあ西武の佐藤の打球をちょっと腰あたりに当てるんで、まあ足か、あれ。足あたりに当てて、西野がね、投げてて。で、ツーアウトまで行ったんだけど、フォアボール出したことによって、まあ、おそらくね、完封させようと思ってたと思うんだよ、吉井監督はね。まあ、だけど、まあ、その出した時点で、沢村にバトンタッチをしたという。で、沢村も非常に気持ちが入ってたね。まあ、あの子が気持ちが入ってると、なんか、どちらかあるんじゃないかって、ちょっと心配なんだけども、やっぱこう、なんかそこら辺の経験値は非常に高いなっていうふうに思って、しっかり岸を打ち取ってくれで、9回は鈴木ね、1安打される。最後のバッター山村、あ、行ったと思ったけどもね、まあ風に押されたかどうか、ライトフライに終わるけども、まあプロ入り初セーブということでね、おめでとうございましたね。この試合、まあどうやって2点を取ったかというと、山口が初回にタイムリー、まあ、貴重な追加点は8回、外が、外のチェンジアップを軽打して右に行った、右に打った、それで追加点を取った、8回裏にね。まあ、この1点っていうのはすごく大きかったし、外に期待されてることっていうのはやっぱホームランだと思うし、あの外もそういう期待感を感じてると思うんだけども、やっぱこういう試合ではああいうこう技ありのタイムリーを打ってくれるとものすごく心強く思えたね。でロッテは今季2度目の3連勝、貯金今季最多の3ということでね、頻打セーブは7連敗ね、最速の10敗ということで、これね打順の組み方っていうのをすごくいろいろあると思っていて、1番バッタータイプ、2番バッタータイプ、4番バッタータイプとタイプで決めないで、もう打率で1番からいい人をこうずっと並べる。これはもう関係なく固定観念に縛られず、それはなぜかというと打率のいい人を早く回したい、まあ、そういう打順を組むしかないのかなって今はね、そんな感じがした2連戦でした、はい。で最後、楽天対オリックス、楽天ポンセ岸内でオリックス田島エスピノーザ、ソタニね、
1試合目、まあ天敵田島だからこれはやっぱりこう楽天苦しいだろうなと思ってて、ただそのすごく悪天候で、非常に雨も強く降ってたんだよね。でその雨のせいか田島も集中力を感じないんだよね。で立ち上がりから先頭2者連続のフォアボール、浅村がセンターオーバーの2点タイムリーで、三塁にいた浅村、西野がホームへ悪送球でも1回浅村もこう挟まれようと止まるんだけど、ボールがそれたのを見てホームに突っ込んで、まあ、セーフという、まああそこら辺の浅村の判断もまあ素晴らしかったんだけどもね。まあ田島は2回3回とずるずる失点、3回53球7安打5失点、まあ、乱調だったという。これは楽天にやられたなっていうよりも田島の中では悪天候にやられたなっていう印象は残るかな。嫌な感じを楽天が残してればね、次の対戦でも打ち崩せるかなっていうふうに思うんだけどもさ。でポンセは、2回以降ゲームをしっかり作る、ね、7回98球6安打2失点、まあ2失点は初回にしたんだけどもさ、まあ初回にねセデーニョタイムリーを打たれて、まあ初回から2点取られ、相手が田島って言ったらダメかなと思ったんだけど、非常にポンセが立ち直ってくれた。で楽天はねターリー則本が離脱してるんだよね。でその中で先発は少しでもやっぱ負担がかけ、リリーフにかけないように長く投げてあげなきゃいけない。だけど立ち上がりに2点を取られて、あどうかなと思ってるポンセ、非常に気持ちもね込めて投げてたし、これチームを助けたなっていうふうに思うよ。だから少しでも長く投げてくれたねポンセ、ね、非常に素晴らしかったと思います。はい、2試合目ね、5対0オリックスね。まあこの試合はなんといってもエスピノーザね、7回105球5安打無失点、まあ3戦3勝、ね、開幕から負けなしということで、でキャリア初らしいねこれは、3戦3勝もって、いやもうベリーハッピーだみたいな。でベネズエラ出身でチームメイトにはセデーニョも、ベネズエラらしいんだけども、なんていうの、一緒に食事をしたりだとか、セデーノが料理を作って、まあなんかパン、美味しいパンがあるらしいんだけど、それをなんかエスピノーザに振る舞ったりだとかして、なんかすごくリラックスできてるという。やっぱ外国人の働く環境の中でやっぱ同じ国とか同じ言葉が喋れるとか、だから非常になんかこう大きいような、こういう談話を聞くとね、大きいような気がするよね。まあ同じ国っていうのも大きいだろうし、同じ食べ物も食べてきたということも大きいだろうしね。だからまあこういうことが好投につながってるのかなっていうふうには思います。ただボールはやっぱ投げてるボールはしっかりしてるし、コントロールもいいしね、まあ、変化球も切れるという、まあ、そういう投手だけども、打つ方では頓宮が先制ホームランで、満塁一掃のホームラン、満塁一掃の、まあ、三塁打で、まあ、4打点の荒稼ぎというね。まあ頓宮も良くなってきたな、調子が戻ってきた。だからまあオリックスがこれからこう上がっていくにはやっぱ思う、頓宮の力って絶対必要だし、でも頓宮が打つとホイサー言ってなんか盛り上がるよね。だからムードメーカーでもあるとは思うし、だからまあ頓宮のこの好調さ、この日4打点というのは非常に良かったなっていうふうに思います。で楽天は浅村と言ってた。だけど浅村は上がってきてる、しっかり徐々にこう数字を伸ばしてきてる。で調子を戻してほしいのが4番に入ってた島内、やっぱ昨年からねなんかこう元気がないんだよね。だからもう少しこうなんていうんだろう、まあ4番っていうのが負担になってるのかもわからないけども、だけどもう少しちょっと頑張らないといけないなっていうふうには。はい、3試合目ね、曽谷ね、7対0
ね、外に5回67球2安打無失点、ね、勝ち投手打ち5回77球8安打4失点というね、まあ楽天はねなかなかやっぱ投手を使えない苦しさっていうのがやっぱあるよね。早くから変えたら中継ぎをどん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 出していかなきゃいけないとか、まあそういうこうリスクを背負わなきゃいけないし、やっぱ先発ピッチャーがある程度投げてくれないとピッチャー交代ができないとか、まあいろいろ非常に今苦しいね、うん、でオリックスは16安打、その中でも紅林若月の下位打線がね当たってきてるし、この下位打線が上位に回したら2番に入ってる西野がね非常に状態がいい、ずっとこれを開幕してからっていうか使われだしてから非常に西野は調子を保ってるね。だから中川がちょっと故障でね、トルマ抹消された、まあそういう意味ではみんなが調子を取り戻してきつつある、まあ主力がね当たりが出てきたのが大きいというね、そういう試合でした。で楽天は3安打とやっぱ元気がない、だからもう少しなんていうんだろう、元気出せっつっても打てなかったりだとか負けたりすると元気なく見えるんだけども、なんとなくこう下を向いてる選手とかが多いなっていう、それと無理する選手が多いな、いやここで一発打ったら一気に1点差になるとか、そうじゃなくてやっぱこうそういう気持ちも大事だと思うんだけども、まあ伊藤幸也なんかはね特に今日4番に入ってこう力んでたと思うんだけども、ここでやっぱこうつないでヒットを打つとかで、ホームランですっきりランナーがいなくなった方が相手は楽なのかもわからない、だけどつながれてつながれていく方がどん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 苦しくなる、まあ、そういうことを考えると、まあ、4番の仕事をしようと思ったんだろうけども、まあ、だけど、まあ、そこら辺で一本つないどけばっていうようなね、まあ、そういう気持ちになってきて、そういう気持ちになってくると何か打線がつながるようなそんな感じがします。はい、まあ、外谷が、まあ、今季初勝利ということで、おめでとうございました。はい、ということでピックアップ選手、阪神やっぱこの2人かなって、まあ、近本中野、これがやっぱこの2人がやっぱ打線を引っ張るとやっぱこうなんか点が取れそうな気もするし、チャンスがものすごく広がりそうな気がしました。やっぱりで DeNA4 連敗中、もう選手というよりも筒香早く来いというような、まあそんな感じだ、なんていうのかな、こう負け方が悪い、だからもう少し締まってやりましょうという、まあ筒香期待してます。で広島矢野がショートに入ることによってやっぱ守備、まあ小園も悪くはないんだけど守備が安定するのと、あとはその走塁面、やっぱいやらしい選手になるね、相手にとっていやらしさを与える、ね、この前もねダブルスチールを決めたとか。でヤクルト中村、やっぱりね村上ももちろんそうなんだけど、オスナサンタナね、その中に割って入ってた中村っていうのがいて、今はまあ打線上こう入らないんだけども、やっぱ中村が元気だとやっぱこうなんていうの、得点も入るし、やっぱピッチャーもやっぱ中村が元気だと引っ張ってこれるよっていう、だからこう打たれて悩むんじゃなくて、やっぱこう今日みたいにはつらつとプレーをしてるといいなっていうふうに思ったね。で中日上林、ね、せっかくのチャンス、もうここしかないぞチャンスはみたいな、ね、岡林も戻ってくるぞみたいな、まあそういうところもあるけども、いや結果ポイントでは出してくれてるからね、もっともっとこう自分の形で打てるように、まあ、頑張ってほしいと思います。で巨人、ね、ちょっと元気がない、で岡本大変だろうけども、自分でやっぱり打点も上げなきゃいけない、チャンスメイクもしなきゃいけない、大変だろうけどやっぱ岡本頑張らないとね、頑張ってほしいと思います。はい、でパリーグ、はいはい、西武山村ね、やっぱ21歳、若干21歳の若手、非常に魅力的なバッティングをしてる、もう安定的に、まあ、西武が本当に打てないんだったら若手使いましょうね、
なんかすごく可能性を秘めてる選手です、ね、期待してます。でオリックス西野、ね、よくつないだりだとか、まあ、サード守ったりセカンド守ったりもうバイプレイヤーとして非常に頑張ってる、ね、あのこのまま状態を続けてください。で日本ハム福島、非常に魅力的なピッチャーです。だからなんかこう早く1勝し2勝し本当にあのなんていうのチームに貢献できるようなピッチャーになれるんで、まあ、頑張ってほしいなと思います。まあ、野手もあの福島が投げるときは打ってくださいね。で楽天島内が元気がないと点が入らないぞ、ね、かつての打点を、ね、もうやらなきゃいけない、ね、踏ん張る時です、ね、頑張ってください。でソフトバンク中村晃、やっぱ彼の存在感とね、やっぱ集中力と、うん、いや素敵に見えるな。やっぱ山川が入って出番が激減してね、でもいい準備をしていい結果を出してる、いやすごい素敵な男だと思います。でロッテ岡、唐川、外ね、岡ね、いいサヨナラヒット、自分で打てる演出をして打ったというね、見事な冷静さと勝負強さ。で唐川ね、素晴らしかった。このピッチャーはなんかこうしなやかさを感じるね、綺麗さを感じる、だけど球はこうすごくキレがいいというかね、まあ、そういうピッチャーでした。で外、ね、ホームランと言われてるけども、やっぱあの技ありの、ヒット、俺はちょっと好きだなっていうふうに感じました。まあ、以上で、この3連戦を振り返りましたけども、まあ、一人で喋りましたけど、間違いとかあったのかどうかもわからないぐらいこうずっと喋ってるから、まあ、なんか指摘があったらですね、全然遠慮なく言ってください、ね、また、3連戦、ね、振り返りを今度日曜日かな、頑張ってやりますのでよろしくお願いします。